二条山城は、奈良県葛城市か、守、染野及び、大阪府南河内郡大市町大技山田周辺にあった、日本の城。二条山城の二の丸付近にある、大津王子二条山鉾の城は、山和国と河内国の国境にある、二条山山城に築城された。二条山に城郭を築いたのが、楠木正茂で、 楠木ノ氏地国七条の一つであると思われているが、確証がない。室町時代初期、川地国守護畠山氏が高谷城の市場として二条山城を設けたとも思われている。明王八年に大和国へ入国した赤沢友常が二条山城に入城して畠山久信をはじめとする筒井氏と一氏に従う国人衆を制圧した。 しかし、栄章4年6月23日、栄章の作乱で、細川正元が暗殺されると、赤沢軍は総崩れになってしまった。同年6月25日に、赤沢軍に属していた、和田玄士郎という人物が、二条山城に逃れてきたが、多門院日記によると、桜井周辺で、山和国の国人衆に遭遇し廃止してしまった。同年八月に正元の養子の一人、 住本が政権を取ると、友常の養子、長常が、山和国に侵攻、これに対して、山和国の国人衆は、同年11月13日に、二条山城を含む各地で、一国一揆を起こすが、敗退してしまう。その後天文10年8月に、木沢長政が改修した。今日に見られる、二条山城の城郭は、木沢長政時代に築城したと思われる。 しかし、その貴様長政も、翌天文11年3月17日に、太平寺の戦いで討ち死にすると、茂に山城と、二条山城は陥落してしまったと思われている。しかし、日本城郭体系では、確証はないとしながらも、松永久秀が、茂に山城の城主の時に、お菓子が統区を支配し、松永久秀軍に属していたこともあって、 木沢長政時代同様、茂ぎ山城と二条山城の両城に布陣した可能性を示唆している。二条山城の上角部分、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成二条山は、尾岳と目岳の両、峰から成り立っており、二条山城は、北の尾岳の山上にある。山頂は、 東西170メートルの西高東低の二段から、なる長大な車で、二の丸と呼ばれている場所に、大積湖の墓がある。寮母は後世に整備させたようであるが、二条山城時代にはこの周辺にある裏大角類があったと思われている。寮母は、石垣が補修され公園化されているので、城の面影は少ないが、上り道の斜面には三段の帯車が、 東西に走っている。本丸と呼ばれる車の東側には、桂木座二条神社の拝殿がある。本丸からさらに西側に向かうと、帯車、空堀、土塁と続き六段の車がある。この部分は公園化されていないので、車の形が現在でも確認できる。二条山の目だけ側にも腰車の上角があったと言われているが、全体の崩れがあり、 上角部分が明確に判断できにくい状態になっている。二条山城の山続きの北 1km には、お菓子の居城であった、岡城、南に 900m には、万歳山城があり二条山城は両城を抑えることが可能な位置にある。ありがとうございます。